リラクヤの花澤です。今日はこのバイオフリーズを使って、施術いたします。このバイオフリーズは以前から使ってはおりましたが、正式にどのように使うか、どのような効果があるかといったことを説明いたします。こちらはですね、天然のハッカから抽出したメントールやマテ茶エキスが入っておりまして、炎症を鎮めたり痛みを、和らげたり、といった作用がありますね。実際に、こちらを足に塗っていきますね。で、炎症が強い場所ですとか、痛みが強くてあまり揉まない方がいいような場所はただ塗るだけにしますね。拭き取り不要で匂いも残りませんので、湿布代わりに、痛みが気になる場所ですとか炎症が起こっている場所に優しく塗り込むようにしてください。スポーツをされる方なんかも、筋肉痛ですとかね、そういう、予防とか改善のためにですね、スポーツの前後とかマッサージに併用して使うと効果が高いです。バイオフリーズを使った施術は通常の15分1500円といった時間施術料金に加えてプラス500円がかかります。30分であれば3500円、20分であれば2500円といった感じですね。まんべんなく塗り伸ばすのがポイントですね。硬くなった筋肉を和らげたり、ほてった筋肉を冷やして、痛みとか、嫌な感じをですね、軽くしてくれます。感触はどうですか？なんか湿布を貼ってるみたいな感じ。あ、そうですね。さらっとした感じで。そうですね。乾きますので、ベトベトしたりぬるぬるしたりということはありません。いいですかね。はい。ここは足の三里ですね。足の疲れとかむくみとか異形のトラブルを改善してくれるツボですね。痛みが強いようですので少しソフトに押していきます。大丈夫ですか？はい。
ようになります。はい、腕のバイオフリーズを使った施術をやっていきますね。腱鞘炎とかテニス肘とかそういう日常の酷使を手指とか肘とかって起こしやすいので、この痛みや硬さを和らげますね。炎症を起こしている部位そのものは揉んだりせずにですね、塗り伸ばすだけにします。バイオフリーズを使った施術は、通常料金15分1500円などにプラス500円で行います。腕でしたら20分からですので2500円になりますね。でもごめんですね。
腕の筋肉痛や手根管症候群などの方にもこちらのバイオフリーズを使った施術はおすすめです。これ持ってる。